今回ミス柔道整復師にエントリーさせていただきました日野清真央です。今年柔道整復師の資格を取ったばかりで、学生の時は京都の鍼灸整骨院で働いていました。卒業してからすぐにトレーナーの勉強をするためにアメリカに来ました。6月に帰国して、帰国後は兵庫の鍼灸整骨院に就職予定です。今回のこの企画で、柔道整復師っていうのをもっと知ってもらうっていうのと、女性の柔道整復師がどのような活動をしているのかというのをもっと知ってもらえたらいいなと思っています。